はい、どうも皆さんごきげんよう、セブンと申します。それではね、ロストジャッジメント裁かれざる記憶やっていきましょう。さあ、前回、RK の頭と話をして、痴漢被害者の間宮由衣さんに話を伺いましたということで、間宮さんの話は特に新しい情報は出なかったかなって思います。というわけで、それからその証言のね、検証していきたいかなっていう流れです。沙織さんと話すことしかできない。もう大丈夫ですか、八神さん。でしたら間宮さんから聞いた話をみんなで検証します。よろしいですか。よろしいです。始めよう。当分セーブできないときに出るやつじゃん、これ。大丈夫かな。じゃあ結局その痴漢被害者の話に裁判で出た以上のものはなかったわけか。そうですね。特にこれといった新情報はありませんでした。俺もそうだ。とするとやっぱり江原の殺人動画の方を疑うべきということですか。捏造されたものだったと。まあそう話を急ぐんじゃねえよ。この動画が本物でも偽物でも、実際ネットに流したやつってのがいるわけだよな。まずそいつは一体何者なんだ。画面には御子柴の殺害現場である偉人町の廃ビルが映ってます、うん、俺はこの目で現場を見てきましたけど、血痕の位置も動画の内容と一致してる。そこから考えると、江原のこの殺人動画をネットに流出させたのは一体誰だ。江原本人なわけない。御子柴殺害の共犯者、神奈川県警のデカたち、痴漢を担当した検事じゃなくて、こいつらだろうな。あの殺人動画をネットに上げたのは御子柴殺害の共犯者たちです。まあそうだな。他には考えられん。私も八神さんと同意見です。じゃあ彼らがこの殺人動画を公開した目的は何ですかね。警察や検察、それに法そのものをおちょくってるのかもな。江原は法廷に痴漢の有罪判決を出させて、御子柴殺しのアリバイを確保した。その上で実は自分が殺したって動画をこれ見よがしに出してきたんだ。まるで罪を逃れた勝利宣言みたいに。なるほど、確かにおちょくってますね。ところでちょっと話変わるなよ。もし殺人動画が捏造されたものだったとしたら、どういう風に作るんだ。例えばそうですね、まず真犯人が御子柴を殺すのを撮影して、その映像に江原の顔を合成するんです。それが一番安定する。ハリウッド映画なんかじゃもう結構普通にやってますね、うん、それでもどっかに合成の跡が残っちまうんじゃねえのか。今のところ例の動画にそういう痕跡は見つかってません。つくもさんからはそう聞いてます。この議論は前にもしましたね、うん、殺人動画を捏造と疑うのであれば、もう私たちにできることはありません。じゃあ改めて動画が本物という前提で仮説を立ててみよう。その場合、痴漢事件の方に何かフェイクがあったはずだ。それを見つけられるだけの材料はもう集まってると思う。間宮由衣と会いに行く前、八神さんは江原の痴漢に替え玉がいたんじゃないかと言いました、ね、俺はそうだと思うけどね。本物の江原は偉人町で御子柴を殺害し、その後痴漢と入れ替わって取り押さえられた。でもその入れ替わるタイミングはなかったんですよね。池袋のホームに立ってから江原は常に防犯カメラの目にさらされてます。いや、それについては違うんじゃなかった。一瞬だけあるのよね。池袋から新宿にかけてまで江原は常にカメラで捉えられてたわけじゃない。その証拠はこれだ。ここに一瞬だけ死角がある。この死角が何なんだって話だけど、一緒に作ったよな、これ。新宿駅ホームの俯瞰図だ。ええ、なるほど、確かにここに答えがありましたね。江原は常に防犯カメラで姿を捉えられてたわけじゃなかったんですよ。どういうことですか。この俯瞰図の中に注目してほしいポイントがあるんだ。それがどこかというと、怪しいな。
ここです。そう、これが注目すべき場所だ。矢印の点線になっている部分は防犯カメラから死角になってたんだ。ほんのわずかにだけど、ここを走り抜ける江原と間宮さんの姿は映像に残っていない。確かにそうみたいですね。ここで痴漢をした替え玉の江原が本物と入れ替わったということですか？可能性としてはあり得るよね。ええ、ですが実際の事件の時はすぐ後ろから間宮さんが追いかけてました。その目を盗んで二人の江原が入れ替われるでしょうか？人混みの中だし不可能とは言い切れない。でもそれが江原の計画だったとしたらかなり運任せですよね。それはそう、運任せ。ええ、だって事件当時朝のラッシュアワーで人がいっぱいです。そんな中を江原が防犯カメラの死角まですんなりたどり着ける保証はないし、下手したらその前に周りの人たちに取り押さえられてたかも。確かに。そもそももし間宮さんが電車の動いているうちに周りへ助けを求めていたら、江原はホームに降りる前にアウトでした。あ、ですよね。やっぱり矢上さん、どうでしょうか。これまでの江原の一味には緻密な計画性を感じます。ですが肝心なところを運任せにしてるというのは星野君の指摘通りかもしれません。いやー、そんな。ああ、さすがだな星野君は。ただあいにく俺はまだ自分の読みを捨てたわけじゃないよ。当然、一見運任せの偶然に見えることも全部仕組まれてたとしたらどうかな。どうかなと言いますと？やっぱり江原たちは計画の中に運任せの要素を残せなかったはずだ。で、そう考えると今度は必然的にその穴を埋めるある可能性が出てくる。ある可能性？それって何のことです？あの日三越芝殺しの全てが仕組まれてたとして、そこから導き出される可能性が何かといえば、三越芝博はまだ生きてる。本当の殺害現場はカムロ町、防犯映像は全て検察の捏造。マミヤ・ユイとエハラ・グルだ。これだ。さっきこの前からちょっと言ってる。痴漢の被害者だったマミヤ・ユイは初めからエハラとグルだった可能性がある。え、その場合彼女はエハラのこともその替え玉がいることも全部承知してたんだ。ホームの死角で二人のエハラが入れ替わった時も追いかけながらそれを見なかったことにした。痴漢の被害者と加害者が事前に示し合わせていたというんですか？まさかそんな。ありえないことじゃないはずだ。マミヤ・ユイは被害者のふりをしてた可能性がある。怒る前に聞いてほしいんだけど、これはあくまで替え玉のトリックを成立させるならって話だよ。二人の江原は追ってくるマミヤ・ユイにさえ目をつぶってもらえれば防犯カメラの死角を狙いすまして入れ替わることができる。逆に間宮ユイがグルでないならこの入れ替わりはリスクが高すぎるとも言える。で、駅で替え玉と江原の入れ替わりを確認した間宮ユイはそこでようやく本物の江原を指して痴漢だと大声で助けを求めた。周りの通行人たちは盲目的に逃げる男を痴漢だと考える。とりあえず捕まえて本当に痴漢だったかは後で警察に調べてもらえばいい。待ってください。今矢上さんの言ったやり方だと江原が間宮さんのお尻を触れるタイミングがありません。でも江原の手からは被害者の下着と同一の繊維が検出されているんです。あらかじめ下着触っとけ。いや、その件も間宮ユイがグルなら大丈夫なはずだよ。例えば替え玉の方が池袋駅の防犯映像に映ってる時、その裏で間宮ユイはあらかじめ江原に自分の下着を触らせることだってできる。ホームで痴漢する相手を物色してたって時間はそういう下準備にも使われたんじゃないか。うん、なるほど。細かい辻褄合わせは後にして、大事なのは間宮ユイさえグルなら江原のアリバイを崩せるってこと。やっぱり江原は痴漢の汚名を着て三越葉殺しのアリバイにした可能性がある。そうですね。多分
それで決まりだと思います。でも証拠がないな。そして検察はといえば、痴漢の実刑判決をまさか自分たちから間違ってましたとは言い出せない。判決が出てるわけだからね、途中じゃなくて。について江原を疑えず、それどころか殺人動画を捏造だとまで言わされてるんだ。見事におちょくられてますね、法そのものが。江原は息子へのいじめを法廷に訴えたのに認めてもらえなかったんだよな。学校も第三者委員会も、そして裁判所もいじめの事実は確認できなかったと片付けた。だからそんな法に強い反感を持ったとしてもおかしくない。あの、待ってください。ん？マミア・ユイはなんでそんなことに手を染める必要があるんです？わからん。彼女には小さな子供もいて経済的に困っているようでもありませんでした。ねえ、なのに殺しのアリバイ工作に手を貸すなんて、どこにそんな高いリスクを負う理由が？それはおいおいだろう。彼女の動機はまだわからないな。けど例えばマミア・ユイにはリスクを超える見返りが約束されてたのかも。それとも江原に何か弱みを握られてるとか。殺人の片棒を担がされるほどのですか？そんな弱みを握られるような接点が。53歳交番勤務の現役兵隊と警官と6歳児の母親、今のところ接点といえば利用域くらいか。なあ、マミア・ユイのプロフィールって俺にも教えてくれる？そこに何か江原との接点になりそうなもんないかな。見てみますね。ちょっと待ってください。よう、そのマミア・ユイが江原とグルだって根拠、もう一つ思いついた。何？何です？そもそもこの痴漢事件は大々的に人目に触れて初めて三越場殺しのアリバイに使えるもんだ。確かに。だがもし痴漢した相手がそのまま泣き寝入りしちまったら誰の目にも止まらない。確かに。そんなもしを残したまま経過は立たらないだろうな。全然あるだろうしね。やっぱりマミア・ユイが来るんだのは江原の計画にとって大前提だ。確かに。江原は痴漢の被害者と示し合わせて検察の目を欺いた。さらにそれ以外にも仲間がいます。なんでこんな仲間が多いんだ、謎なんだけど。マミア・ユイからそのつながりを見つけられれば、多分一気にそいつらも引きずり出せますよ。なるほど。マミア・ユイのプロフィールですけど、結婚前の旧姓は鈴木、年齢は30歳。30歳。東京大田区出身で、小中学校は公立、高校は私立黒川学園から東都大のビジネス学部を卒業。ん？黒川学園？聞いたことあった。旦那さんとは職場結婚だったみたいです。旦那の間宮太一は株式会社テクノゼータ工業デザイナー、6年前に生まれた一人息子は颯太くんで小学校1年生。待った、間宮結衣の高校黒川学園って言ったよな。最近耳にした。偉人町でだ。あれは確か冷やかし？三越場殺害現場の冷やかしたちだ。俺が三越場の殺害現場に行った時、それを遠巻きに見てた奴らがいたんだ。3人組で事件の現場を冷やかしで見に来たって言ってた。そいつらが黒川学園の同窓生だって。身分証はお持ちですか？免許でよければ。赤池さんですか？お年は30歳。30歳だ。赤池さん30歳、間宮結衣も30歳。それが何だって言うんだよ。俺ら今間宮結衣と江原の接点を探してんだろう。黒川学園のホームページを見つけました。偏差値はかなりいいですね。都内の大田区にある学校です。間宮結衣の実家から近い。あ、なんだ、女子の制服がすごく可愛いです。なんだこいつ、ぶん殴るぞ。司法試験からやり直すか？いや、その制服にも見覚えがある。え、沢先生のだ。江原敏郎からいじめを相談された沢って先生がいる。沢先生も30とかじゃなかった？
彼女も黒川学園の卒業生だったのか。え、沢先生の年は知らないけど、もしかしたらやっぱり30歳かも。下手したらみんな同窓生だ。来るってこと？繋がったと言えるんでしょうか。無関係だったはずの痴漢とその被害者が。まだ細いね。すぐにでも途切れそうだよ。でもこの繋がりを無視するような奴は探偵に向いてない。衝撃、マジで衝撃の展開。ああもうネタバレ注意じゃん。無関係であるはずの痴漢加害者とその被害者、点と点とがつながり、結ばれた線は一本にとどまらない。やがてそれらは一つの疑いへとたどり着く。江原は周到な計画に基づき、あえて痴漢の汚名をかぶることで復讐のアリバイを作ったのだ。でも沢先生グルだとしたらさ、沢先生が八神に何か喋る理由がなくない？ねえ、いろいろ教えてくれたじゃん、一応こういう不正がありましたみたいなのは。さあ先生の。三越柴博殺害の発端は4年前に自殺した江原敏郎君へのいじめでした。ネットに出た殺人動画はその父親江原明宏が息子の仇を撃ったことを示している。また江原には複数の共犯者がいます。彼らは10月7日朝6時半自宅を出た三越場を車で拉致し、ハイビルに連れ込んで激しい暴行を加えた。そして午前7時半、多分三越場が江原に殺害されてた時もカメラには映ってませんが、近くに控えていたんじゃないかと思います。同じ頃、そこから30キロ以上離れた池袋駅の防犯カメラにはもう一人江原そっくりな男が映っていました。以降彼を替え玉と呼びます。替え玉は1時間以上ホームのカメラに身をさらした後、午前9時6分間宮由衣と同じ電車に乗り込みました。そして間もなく車内で痴漢騒ぎを起こすと、新宿駅ホームの死角で本物の江原と入れ替わり、三越場殺害のアリバイ偽装に加担した。これを成立させるには痴漢被害者の間宮由衣もあらかじめグルであることが必要です。なるほど、三越場殺しのためにえらい人数が動いてるな。間宮由衣と替え玉の痴漢、それに三越場を拉致したって連中、江原はどうやってそんな仲間たちを集められたんだ？ええ、その鍵になる人物として浮かんでくるのが清涼高校の教師で沢陽子です。彼女は敏郎君にいじめを打ち明けられたただ一人の大人で、2ヶ月前は三越場の教育実習を見てました。さらに間宮由衣と同じ黒川学園出身です。三越場の殺害現場を冷やかしに来てたって連中も黒川学園の卒業生でした。彼らは全員年も近く同窓生だった可能性があります。そいつらが江原の仲間ってことか。で、三越場を殺すのに協力した。沢陽子が彼らと江原をつなぐ中心人物だったかもしれませんね。でも沢先生来るだったらもう謎なんだよな。彼女は敏郎君が自殺したことに対し教師としてずっと自責の念があった。それで江原の復讐に協力するため自分の同窓生たちをかき集めたと考えられませんか？ああ、確かに。でも俺はそうであってほしくないとも思ってる。え？沢先生はいい教師です。熱意があって生徒のピンチには必ず手を差し伸べようとする。そして4年前に教え子の自殺を防げなかったことをずっと悔やんでました。
ただ彼女にとっては御子柴ヒロも教え子だったはずです。その殺しにもし加担してたんなら、俺はもう人を見る目に自信が持てません。やがね、明日また偉人町に行きます。とにかく沢先生に間宮ゆいの名前をぶつけて直接その反応を見たい。確かに。それまで彼女を江原の一味と考えるかは保留だ。そうですね。あのちょっといいですか。黒川学園を調べてたら気になる情報が出てきました。飛び降り自殺した子がいるって言ってたよな。もう13年前になるんですけど、この学校でもいじめ自殺が起きてました。校舎から3年生の男子生徒が飛び降りたんです。13年前のいじめ自殺、そういえば沢先生からも聞いた話だ。でも確かその生徒は一命を取り留めて今も昏睡状態だった。沢先生も言ってた、同級生だった男の子が飛び降りたって。ええ、その件ですね。男子生徒の名前は楠本充。30歳になった今も昏睡状態が続いているとあります。そんなことまでネットに出てんの。普通は出ないと思うんですけど、実は彼の母親が今厚生労働省の事務次官なんです。楠本玲子って聞いたことありません？ないかな。私はニュースで見ました。その息子さんのことも取り上げられてましたね。事務次官というのは官僚のトップ。すると、楠本玲子、うん、は厚生労働省の権力者。ほら、厚労省は前に一ノ瀬って事務次官が逮捕されて大変だったじゃないですか。なのに後任者もその息がかかってて何も立て直せず、みんな呆れてたところへ抜擢されたのが楠本さんなんです。ずっと出世コースを外れてたので、それまでの主流派としがらみがなく、ベテラン官僚として知識や経験も豊富だって。なるほど。加えてお子さんの不幸もあるせいか、今ヒロイン的な人気なんです。省内の若手たちにも人望があるみたいで。ふーん、それって今回の事件と何かつながってくるか。どうでしょう。でも楠本玲子も江原も子供がいじめの被害者だったわけですよね。これも今までは見えなかったつながりかもって思ったんですが。その楠本玲子の息子、13年前に起きたいじめってどんなの。ですね、加害生徒は黒川学園3年生の河合真也。学校の中でも外でも日常的に満君を小突き回してたそうで、うわ、口に雑巾加えさせたりもしてたようです。最悪じゃん。ひどい。担任の先生もあれですね、いじめの様子を見てたのにやりすぎんなよってニヤついてたそうです。それは聞いたな。なんかしばらくメディアに叩かれてたな。それはでもちゃんと裁かれたんじゃない。多分その時のいじめに同級生だった沢先生や間宮ゆいも居合わせてたんだ。そして充君を救えなかった罪悪感を抱え、江原に共感しやすい状態だったのかもしれません。うん、そこから先は本人たちに聞いてみないとだな。まず明日沢先生によろしくお願いします。私の方は江原の控訴に向けて動くことにします。あの痴漢裁判にはやはり重大な見落としがありました。彼は無実だったんです。なぜならその時息子の仇を殺していたから。ただの痴漢だったはずがえらいことになってきたな。とんでもない。今日はもう事務所に戻るとするか。てかマジでとんでもねえな。こんなことになるとは思わなかった。びっくりします。それもびっくりした。よし、まあとりあえずじゃあ事務所戻りますか。とりあえずね。あ、戻ってきました。休む？
よし、じゃあ休みますか。でもマジで衝撃の展開だな。ちょっと楽しみすぎる。やっててネタバレ注意って書かなきゃ。あれ、いやのんびりしてやがんな。話は聞いたぜ。偉人町に行くんだろ。沢先生に会いに行よう。海藤さんは学校に入れないでしょう。先生に会えんのは俺だけだよ。分かってるって。でもまた外で待ち合わせることになったら俺も呼べるだろ。状況分かってる海藤さん。沢先生も三越葉殺しに一枚噛んでるかもしんないんだ。可能性は全然ある。お前こそ分かってねえな。あの人はそんなことしねえよ。なるほど。俺は人を見る目には自信があるんだ。特にいい女についてはな。やっぱあんたには負けるよ。やっぱ沢先生はそういうことはしてないのかな。まあでもしてたらやっぱり 言うはずがないと思うんだよね、八神さんに。ねえ、いや見捨ててしまったみたいな。だってその報告ってもうデメリットしかないから、川先生にとって。よし、ちょっととりあえず向かいますか。これ見てください、これなんか、あ、じゃあこれなんか課金者限定、俺なんかデラックス版みたいなの買ってるから、課金者限定のホバーブーツを手に入れました。さあ、といってもこカムロ町じゃあんま使い道はなさそうだな。よし、じゃあとりあえず偉人町行きますか。タクシー、タクシー。ちょっとまあ買い物してくか。飯とかを買ってかないとまた負けてしまう。よし、 OK、 偉人町向かいますか。伊勢崎偉人町でいいの。沢先生に会いに行く。ああ、でもそうか、一回偉人町に行かないと話が進まないと。絶対タクシーじゃなくて電車で行った方がいいよな、この距離。よし、じゃあ俺はつくもんとこに行ってるぜ。中華街で腹ごしらえしてからな。いつも楽しそうだね、海藤さんは。いい店ばっかだぜ。あんだけ数あると一日四五軒は行かねえと。どうした？何？どうしたの？見てみろ。阿久津だ。は？カムロ町の半グレがなんでこっちに？よお、阿久津。なんでお前がここにいんだ？おい、おらこっちだって。海藤だ。奇遇じゃねえかよ。どうしたの？取り込み中だ。悪いな。あの野郎、偉人中に何の用だ？わざわざこっちまで手下引き連れて。こいつらも絡んでくんだ、やっぱり。もしかして俺らと関係ある？いや、向こうも俺らと出くわして面食らってたみてえだ。別件と見たぜ。それにしたっておかしなとこだよね。なんだあいつら。あれも RK のやつらかな。結構な人数でこっちに来てるみたいだ。ああカムロ町だけのしのぎじゃ食ってけねえとか。まあやつらが何してようがわざわざこっちから首突っ込むことはねえ。お前は早いとこ高校に行ってこいよ。また後でな。あ、先生の話だけ聞くか。気になることが多いしな。清涼国に向かおう。まずは沢先生が本当に間宮優衣とつながってるかを確かめるんだ。つながりはありそうで、で間宮優衣だけにはもしかしたら話したかもしれないな。実はめちゃめちゃ仲が良くて。はいや、このホバーブーツホバーブーツじゃない、ホバーなんたら。あっと、ちょっと待って。まあとりあえず行きましょうか。さあ着きました、清涼高校。よし、中入りますか。なんか久々な気がすんな、清涼高校。そんなことないのに夕方になった。突然昼に来たつもりだったんだが。
まあいいや、とりあえず沢先生に会いに行けばいいのかな。じゃあ2階ですね、2階のこの辺が。もう完全に俺この学校の生徒、さすがにもう怒られてない。あ、矢上さん。どうも。今少しいいですか、先生。あの、三越馬くんの動画を見ました。わかります、例のあの動画ですよね。江原さんにはアリバイがあったんじゃないんですか。それなら三越馬くんを殺してないはずですよね。でもあの動画は本物にしか見えなくて。ええ、おそらく本物です。あの動画の通り、江原さんは自分の手で三越馬を殺したんだと思います。ただそうなると、同じ日に起きた痴漢事件の方にトリックがあったことになります。え、先生は江原さんに痴漢された被害者のことを知りませんか。名前は間宮ゆいと言います。知りませんけど。知らない。間宮ゆいの旧姓は鈴木でした。あ、そっか。彼女は13年前に黒川学園の生徒だった鈴木ゆいです。え、鈴木ゆい。そんな、じゃあ江原さんはゆいに痴漢したということですか。彼女を知ってるんですね。もしかして先生と同級生でした。そうです、高校の3年生の時に。多分そうじゃないかと思ってました。でも間宮ゆいが痴漢被害者だったことはご存じなかった。だってまさかそんな。先生にしたらありえない偶然ですよね。教え子の父親が高校時代の同級生を痴漢してたんですから。それも1日300万人が乗り降りする駅で。どういうことなんです。間宮ゆいは江原さんとグルだった可能性があります。彼女は全てを承知でただの被害者を装っていた。それが殺人のアリバイ工作であることも知っていてです。はあ、でもなんでです。なんでゆいが江原さんと。この先生は江原と間宮ゆいのつながりを本当に知らなかったようだ。なんかぽい。万が一これが芝居だったとしたらすごい名演技だよ。本当に知らなかったという判断しました。今俺も知る限り、江原さんと間宮ゆい両方に面識があったのは先生だけです。矢上さんは私が二人を取り持ったと。先生は間宮ゆいとどういう仲だったんです。友人かただの同級生の一人だったか。特別親しくしてたわけじゃ。彼女はクラスの中ではちょっと派手なグループにいて、私はそういうんじゃなかったものですから。最後に会ったのはいつです。高校の同窓会なんかは。大学を卒業した頃に会ったみたいですけど、私は行きませんでした。同級生がいじめで飛び降りたクラスですから。じゃあ先生は卒業以来同級生の誰とも会ってない。そうです。なるほど。誰と。そういえば江原さんと間宮ゆいには接点というか、もう一つ共通点がありました。え？二人とも過去に身近な人間がいじめを受けて自殺に追い込まれてます。江原さんは息子の敏郎くん、間宮ゆいは同級生の楠本満くん。だから例えば間宮ゆいはそのことで江原さんに共感してたのかも。そして復讐のアリバイ工作に手を貸した。痴漢の被害者を演じることで。どう思います。今のを聞いて何か心当たりは。そんなこと言われても。あの沢先生、もう職員会議が始まりますけど。あ、すぐに行きます。13年前に黒川学園で会ったこと詳しく教えてもらえませんか。間宮ゆいは楠本満の自殺未遂をどんな風に見てたんです。ごめんなさい、これから会議なので。殺人に関わることなんです。
江原はわざと痴漢の汚名を着ることで罪を逃れてる可能性がある。おまけに間宮ゆい以外にも三越場殺しの共犯者たちがいます。彼らは今も野放しになってます。そして俺はもしかしたら沢先生もその一人じゃないかと思ってここに来ました。私が？今もそのモヤモヤは晴れてません。私にどうしろと言うんです？俺が知りたいのは江原と間宮ゆいがどういう接点でつながったのか。多分先生はその材料になる情報を持ってるはずなんです。それはまだご自分でも気づいてないことかもしれません。とにかくもう行かないと。会議が終わる頃にまた来ますよ。お好きになさってください。嫌われちゃったかな。なかなかすんなりとは進まないな。でも沢先生やっぱり間宮ゆいと同級生だった。ひとまずそれが分かっただけでも収穫とするか。後で沙織さんにも報告しておこう。とりあえず収穫としましょうか。高校を出るということで、よし、じゃあね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。よければね、チャンネル登録高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。めちゃめちゃ楽しいな、ロストジャッジメント。うん、よし。ただやっぱり何かしらの接点があるが、沢先生は沢先生が多分誰か同級生かそれに近しい人間にいじめがあったことを告白してる可能性がある。その三越場ヒロがいじめをしてた、いじめを止められなかったんだよって誰かにもしかしたら話したかもしれない。でその話した人間からつながって間宮ゆいがグルになったみたいな感じ。でも誰にも話してないみたいな感じだし、同級生とは誰とも会ってないみたいなこと言ってたけど、やっぱりその楠本充くんが鍵になってくるのかなと僕は思いますね。まあまあまあ、とりあえずそれは進めていけばわかることでしょう。よし、じゃあね、今日この辺で終わりにしたいと思います。よければね、チャンネル登録高評価、言ったっけ、コメントの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それではまた、ごきげんよう。